フアンパブロソリンフアンパブロソリンはアルゼンチンブエノスアイレス出身の元サッカー選手、現サッカー解説者。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。2006フィ f a ワールドカップではアルゼンチン代表のキャプテンを務めたユダヤ人である。ブエノスアイレスに生まれ、カブリーグに属していた AA アルヘンティノスジュニアーズから1994年にデビューした。 1995年夏には、イタリアセリエ A のユベントス FC に移籍したが、すでに枠組みが固まっていたチームに適応できず、すぐに、アルゼンチンに復帰した。CA リーベルプレート1996年、後半に CA リーベルプレートに移籍すると、マルセロガジャルド、アリエル・オルテガ、エルナン・クレスポなどのスター選手と顔を合わせ、プリメーラ・ディビシオン全期リーグで3度後期リーグで1度、 コパリベルタドーレスで一度、スーペルコパスダメリカーナで一度の優勝を果たした。1996年に、インターコンチネンタルカップでは、フルスユベントス FC と対戦したが、0から1で敗れた。クルゼーロイ c 2 0 0 0年にブラジルセリエ A の、クルゼーロイーシ c ーに移籍した。2シーズン半の間プレーし、2000年にコパドブラジルを、制した。2002年7月、 コパド・ブラジル終了後に、イタリアの SS ラツヨに、レンタル移籍した。怪我のために、半年間でわずかな試合にしか出場できず、2003年1月31日、不祥離脱した DF ・フェルナンド・ナバーロの代役として、スペインリーガ・エスパニョーラの FC ・バルセロナに、レンタル移籍した。フアン・ロマン・リケルメ、ロベルト・ボナーノと共に、EU 県外枠の3つを占めた。 2月9日にカンプノーで行われたアスレティックビルバオ汚染でデビューし2002から03シーズン後半戦だけで15試合に出場する順調なシーズンを送ったが SS ラツオで UEFA カップに出場していたために FC バルセロナでは欧州カップ戦に出場していない遺跡金が高額であったことや EU 権外枠であったことなどが災いして FC バルセロナへの完全移籍は実現しなかった。2003年夏、パリ・サンジェルマン FC にレンタル移籍し、クープ・ドゥ・フランスで優勝した。2004年にはクルゼーロ EC に復帰し、セリエ A で戦った。クルゼーロ EC では今日でも最も人気のある選手の一人である。ビジャレ・アル・ c f 2004年11月、スペインのビジャレ・アル・ CF に移籍した。 契約満了による移籍のため移籍金は発生していない。2004から05シーズンはリーグ戦でクラブの過去最高位である3位に躍進し、2005から06シーズンの UEFA チャンピオンズリーグでは快進撃を続け、アーセナル FC に敗れたものの準決勝に到達した。ハンブルガー SV2006 年夏には、 イングランドのポーツマス FC、ボルトンワンダラーズ FC、ニューカッスルユナイテッド FC などが獲得に興味を示したが、ドイツ分でスリーガのハンブルガー SV に移籍した。旅重なる負傷のために2シーズンで24試合にしか出場できず、2008年7月15日に契約が解除された。契約は1年残っていたが、クラブ側が 保証金を支払って契約解消に至っている。クルゼーロ EC 復帰2008年8月29日、シーズン終了後までの契約でクルゼーロ EC に復帰した。2009年春には長女が誕生した。しかし、負傷続きでわずか1試合にしか出場できず、2009年7月28日に現役引退を発表した。1995年、 U-20 アルゼンチン代表のキャプテンとして、カタールで開催された FIFA フフワールドユース選手権に出場し、優勝を果たした。1995年2月14日、ブルガリアとの親善試合で、アルゼンチン A 代表デビューした。1998FIFA フフワールドカップ、南米予選では、中心選手の一人だったが、フランスで開催された 1998FIFA フフ。 ワールドカップ本大会の出場メンバーからは外れた。2002年には日本と韓国で共催された 2002FIFA ワールドカップに出場し、ナイジェリア、イングランド、スウェーデンとのグループリーグ3試合に出場したが、グループリーグ敗退に終わった。2002年11月20日に行われた日本との親善試合では、先制点を挙げて勝利に貢献した。 2004年7月にはペルーで開催されたコパアメリカ2004に出場し、準決勝のコロンビア戦では、ダメ押しとなる3点目を決めて、決勝進出に貢献した。決勝のブラジル戦は延長、PK 戦にも連れ込み、ソリンは4番手のキッカーとして、PK を決めたが、アンドレス・ダレス・サンドロとガブリエル・エーンセが失敗した、ために優勝を逃した。2005年には、 ホセペケルマン監督に代表キャプテンに指名され、2006年にドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップでは攻撃的なディフェンダーとして4試合に出場した。コートジボワールやセルビアを破って決勝トーナメントに進出、決勝トーナメント1回戦は延長戦の末にメキシコに勝利したが、準々決勝でホスト国のドイツに PK 戦の末に敗れた。メキシコ戦では、 マキシロドリゲスにサイドチェンジのパスを送り、大会ベストゴールに選出されたボレーシュートをアシストした。2006FIFA ワールドカップ後は代表から遠ざかった。クルゼーロ EC で現役引退後、そのままブラジルに定住。現在はポルトアレグレに居住し、ESPN ブラジルなどでサッカー解説、番組プロデュース業などで活躍している。 挑発と豊富な運動量が武器である。左サイドバック、左ウィングバック、左インサイドハーフなど、左サイド全般でプレーできる。ガブリエル・ガルシア・マルケスやヘルマン・ヘッセの小説を愛読する読書家であり、インタビューではたびたび文学についての知的な受け答えをする。自身のラジオ番組でアルゼンチンの社会情勢、 経済情勢についての鋭い指摘をすることもある。お気に入りのバンドはローリングストーンズである。女優のソリ夫人と地方での学校設立や病院の改築資金を集める活動をしている。ありがとうございます。